ボカープのストリートボカープは南アフリカ共和国西ケープ州ケープタウンにある地区。以前はマレークォーターの名称で知られていた。一帯は街の中心部の上方、シグナルヒルの斜面に場所を定めており、ケープタウンにおいて南アメリカにおける民族コミュニティの一つ、ケープマレーの文化の歴史的な中心地となっている。ボカープでは伝統的に歴史に富み、 他民族の文化が入り組む地域である。地域の特徴として、様々な色彩が壁に用いられた、石製の家屋が立ち並ぶストリートでよく知られている。ボカープ地区には、1760年代に建てられた博物館があり、未だに原型を留める、区域内で最も古い建造物となっている。博物館は定住していた初期の頃のムスリムたちにより、 行われた文化的な貢献を中心とする資料を収蔵する。こうしたムスリムたちの多くは引ーたカ、要塞士、大工、靴直し、そして建築者であったという。館内には、ケープ地域の見事な食卓や椅子、花嫁衣装に合う装飾を施された婚礼の部屋等、19世紀の家具を収容している。博物館はそのブーアストープと呼ばれる建築によって見分けがつく。 これは、ケープムスリム文化に変更した側面を強調する、両端にベンチを備えたテラスが、建物の前面にあるタイプの様式である。世界の美しい階段エクスナレッジ、2015年、182ページ。ISBN 978から4から767820422。ありがとうございます。